王広羊羊猿は中華人民共和国の軍人、政治家、中国人民解放軍海軍副司令員などを歴任した。最終階級は海軍上昇。出生名は王広春で、いとこに王樹生がいる。1909年1月22日、湖北省朝条件上場、お角積層、沖村の貧しい農民家庭に生まれる。 1926年農民運動に加わり、1927年には農民義勇隊員として大義に身を投じた。1929年1月に中国高農高軍に参加、3月には中国共産党に入党した。第一次国境内戦において数多の戦役に参戦し功績を立て、調整の成功に貢献。日中戦争勃発後、 1938年12月に八祖寺軍気南軍区副司令員に任じられ、気南平原における遊撃戦を指揮し、1940年の100団体戦などに参加した。1944年5月気南軍区と広与軍区が合併されたため、広与軍区第一副司令員、気南式部司令員、政治委員を兼務。第二次国境内戦では、 すすむきろよ軍区副司令員兼第六重隊、司令員として、上等戦役、関丹戦役に参加し、1947年には、すすむきろよ野戦軍第十重隊、司令員兼霧りかしわ司令員となり、1948年1月の、東県戦役、5月の宛て西戦役に、相次いで参加。さらに7月には中原野戦軍第六重隊と、中原軍区の部隊を指揮し、 上半戦役を発起これにより、繁盛、上陽の領主を攻略し、国民党軍第15水税区司令の交差はを、捕虜として、家中と西北の国民党軍の連携を分断した。1949年、湖北軍区第一福司令院、中共湖北省委員会副書記、代理書記に転じる。人民共和国成立後、1950年4月から、 人民解放軍海軍副司令員となり、海軍の創建に賠償。1955年、海軍上昇に上り、一級八十一勲章、一級独立、自由勲章、一級解放勲章の栄典を得る。1966年3月には、海軍第二政治院。文化大革命では、李作法、上州選らとともに、海軍の脱剣を図り、司令員。 小津義公と政治院素進家を攻撃した。1977年海軍第二政治院を解任される。1988年二級暮れない生君公栄予償を授与。1993年8月20日北京にて病死。84歳没。ありがとうございます。